彼がくれないと文句を言ってるんじゃなくて、あなたが与えなきゃいけないかったんですよね。結婚して14年目になります。夫は変わらず私を大事にしてくれる優しい人です。よかったじゃないですか。私も好きです。愛してますとは書きませんでしたね。ただ本音を言うと、もう少し稼ぎがあってもよいかなと、もっと好きなんだけどなと思ってる私は夫を本当に愛しているのでしょうか。もう少し稼ぎが良いと、もう少しとかもうちょっとって女性が言う時にね、本当もう少しとかもうちょっとであったら試しはないんですよね。私も散々ですね、太い人はちょっと苦手かなって言われたら、ちょっとぐらいだったらお前辛抱できるだろう、辛抱しろよと思ってましたけれども、ちょっとだった試しはなかったんですよね。だからですね、もっと稼いでこいよと思うんですけど、でもね、心理的に見るとですね、もう少し稼ぎがあると、あの不満も多めに見てあげれるのになっていう、稼ぎが隠している不満っていうのがどっかにあるのじゃないかなと思いますね。だからですね、まあこのお金っていうのはですね、本当の意味での不満の蓋にはなれるんですよね。まあうちの旦那は稼ぎがいいから、まあいろいろあるけど、まあ多めに見てやってんのよっていうやつ。逆に言う、まあ皆さん忘れちゃったかもしれないけど、高校1年生、2年生はもうないな、1年生ぐらいまで思ってたあれ、彼と結婚できるならどんな貧乏でもトイレ共同風呂なしの文化アパートの2階でも美容上半人までもあの彼とだったらって思えたことがありましたよね。つまり多分あなたが本当に不満があるのはお金じゃんと思いますよ。もう少しお金があるだったら、あの不満もちょっと我慢できたかな。それを見つけてあげる。そしてそのジャンルに関しては、彼がくれないと文句を言ってるんじゃなくて、あなたが与えなきゃいけないかったんですよね。あげればあげるほどですね、あなたはそれに関してもらわねばいけないという不満と文句、これが消え去りますからね。マッピーさん、いつも役に立っており感謝しています。どうもです。寡黙で愛情表現が下手な夫にはどうしたらイチャイチャしてくれますかと。彼から腕を組んだり、ボディタッチをしたり、ハグしたり、キスしたり、お家ではやらなくはないけど、基本的には私発信です。外で手を取ればつないでくれはするものの、この前は腕を組んだら振りほどかれ、なんかすごいショックで悲しくなりました。それから帰宅まではすねてたら大きな喧嘩に発展し、だってこれあれですよね、いつもやってた帰宅まで、さて私のこの不機嫌な態度は誰のせいでしょうか。一番先、あなたは私を拒絶した、おめえのせい、あんたのせい、貴様のせい、言うっていう態度になってますから、まあ彼はですね、すっげえ攻撃されたと感じているので揉めたんですよね。それはなぜかというと、そんなに俺の傷口に塩を塗るなよって言ってるわけです。だからあなたを傷つけたいわけではなく、彼は恥ずかしがっているということですよね。でもあなたがちょっと、ああもう嫌だよ、そんなもの人前ですんなよなっていうことよりも、私のやり方を優先しちゃったわけですから、これはパワーストラグルです。そしてまあ彼が嫌がるっていうことを、まあなんでそんなにしたいのかなっていうのはちょっと疑問ですね。別にあのお家ではやらなくないんでしょ。だったら多分あの外ではダメなんだけど家ではするよとか、なんかちょっと彼の意見も聞いてあげる必要がありませんかね。
直後に聞いたら冗談だよとは言ってくれたが、冗談通じませんって感じの振りほどき方だったし、それはもうすっげえ恥ずかしかったんでしょうね。冗談でも私はされたら嫌なことでしたしって、私はされたら嫌なことかもしれないけど、彼もされたら嫌なことあなたやっちゃったんですよ。で、多分彼はなんで俺が嫌なこと知ってるのにやんのかなっていうのはどうお考えなのでしょうか。いや、私は彼からですね、今日は報酬をもらった弁護人というか、検事の立場であなたを責めているわけではないんですけれども、多分これを続けるとですね、いい加減にめんどくさいとかもうんざり彼にされてしまうリスクがあるということを言いたいんですけど、どっかで、愛してもらうべきは私で、愛するべきは彼っていう、多分あなたが依存で彼は自立という立場になっていますから、依存と自立が逆転する時は必ず来ますからね。もっとこんな時こそリードして和解のきっかけ作りに話しかけたりしてきてよと、さっきも言いましたよね。彼に文句がある時、やらなきゃいけないのは1番てめえ、2番あんた、3番ゆう、4番あんたやがな。関西弁で言ってしまいましたけれども、愛のリーダーシップ、これは私のわがまま、うん、このケースだけではなく、女心も少しは分かって、男心も少し分かってあげた方がいいですよ。多分彼はだいぶ頑張ってくれてると思います。まあ、ぐいぐい来る肉食男子ではないですけれども、まあ多分ですね、ぐいぐい来る肉食男子だったとしたらですね、浮気をするタイプになっちゃったり、あなたに飽きちゃったりする。でもあなたの旦那様は誠実でそういうことをするタイプじゃないので、あなたは結婚されたんじゃないかな。だからもしあなたの望むような男子だったとしたら、違う問題が発生するかなというふうに思いますね。先生、何かアドバイス、ご指摘を。だいぶ今日はあなたに太いお注射を打ったと思いますけれども、今正座して聞いてますか。できたら正座してる下にですね、石を5つぐらい置いてですね、今日あなたには宿題が出ますね。彼にいつも嫌なことをさせてごめんなさい。お外ではしません。その分家では大胆になってもいいっていう宿題が出ますけど、それは彼は受け入れられやすいんじゃないかなと思いますね。今日の動画お役に立ったら、グッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの皆さんは、チャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。